はい、皆さんこんにちは。今日も戦国ダイナスティやっていきたいと思います。前回ですね、こちらの村でのイベントですね、弓矢を作ってさらに内通者を探したところで終わっていました。おかげでですね、弓矢ができたので、盗賊とかも簡単に倒すことができましたね。では今日はその続きでですね、983m かな、先にいる人のところまで行って定住の許可を取っていきたいと思います。マップはかなり下ですね。まあ余裕があればちょっと盗賊さんそこまで強くありませんでしたので、盗賊も一緒に倒していきましょうか。たどり着きましたね。なんかちょっとしたお城のところみたいですが、やばいなこれ、登ることができない。来る道間違えましたかね。ここからでは入れません。ということで、ちょっと入り口の方も探してきましょう。さあ、こちらですね。もう一個の町まで来ましたね。この人は何だろう、甘そうか。ということで、ここは危ない危ない危ない、間違えてる。待って、弓はやめよう。町ではないんですね。特に何か言われたりはしないと。ああ、商人がたくさん。やっぱり、あ、住職？住職ここなのか？ただ、この人じゃないですね。許可を求めないといけないのは、この城みたいなところにいるやつに求めないといけないと。勝手に入らせてもらえるのかな？僧兵ですね。よいしょ。あ、行っちゃった。この人は何か売ってるんですね。あ、そうか。自分も同じ、やつか。あ、この弓は違いますね。弓とかは特に欲しいものはないと。自分もちょうど、偶然ですが、僧の格好をしていました。よし。あれだ。あ、この人に話して、定住の許可をいただきましょう。和尚。本願寺の僧侶なんですね。ということで、よいしょ。これで OK。あ、ちゃんと行きましたね。心から感謝しますと。で、なんだ？もしよければ二つ目の村を作ることを許していただけませんか？ああ、すごいね、この人。二つ目の、村まで作ろうとするんですね。で、次のタスクの方は、ダイナスティレベルを14まで上げるということになっています。現在9、あ、これはクリアしたことに入らないのか。現在8ですので、まだ一つ、かかりますね。村の鐘楼をもう一つ授けてくれますかと。なんかちょっとしまった。読むのを忘れたぞ。今はその時でない。まずは、今の村でなすべす、ああ、なるほどね。おそらくこれ14まで上げないと次のやつは上げないよっていう感じなんでしょうね。はい、ということで、一旦ですね、まあちょっとめちゃくちゃ遠いんですけど、自分の、拠点に帰りましょうかね。まず、その前にちょっと、盗賊さん寄ってから行きましょう。さあ、家の方に帰ってこれましたので、少し村の方をしばらくは作っていこうかなと思います。まずですね、あと、金の方が持っていましたね。金持ってないのかと思ったら持っていましたので、まあ、これどうしようかな。今のところもう一個、町を作るための場所を、考えていませんので、とりあえずまた後で考えていきましょうかね。ということで、あと必要なのはこんな感じかな。キノコも入れとけば食べ物には困らない。ちょっと自分の食べるものが、欲しいところなんで、ごぼう食べましょうかね。よいしょと。さあ、こんなもんで OK ですね。さあ、どうしよう。まず人を入れるために、人が暮らせる場所を作る必要がありますよね。ということで、住居の方を作っていきましょう。おお、すごい、すごい、すごい。一人住まいなんだ。大きな家だと、もう少しいけるのかな。まあ、ちょっと、最初なんで、まだ、小さい家で行きましょうかね。さあ、ここからちょっとカーブするような感じで作っていきましょうか。よいしょ。また、木材、いっぱい必要ですが、まあ、倉庫にまだ余っていましたので、倉庫から取ってくるという感じですね。ちょっと板とかも並べないと邪魔だな。
あと弓もいらなかったですね。これお酒とかもよく分かっていませんが、飲み物広場にちょっと突っ込んでおいて、少し整頓しましょうか。いらないものは全部とりあえず置いていきましょう。倉庫にとりあえず羽と。藁はまだ作らなくても大丈夫かな。毛皮ですね。石は使いそうな感じですので、残しておきましょう。これ、脂肪は何に使うんだろう。まだわかりませんね。これも入れられないのか。仮小屋が作ってあったので、どれだ？ここではないな。下手ですもんね。狩人のところ、そうだ、奥だ。ここに箱があれば、弓を入れとかないと、働けないんじゃないのかなと思うんだけどな。そんなこともないのか。さあ、ちょっと櫓も登ってみましょうかね。ないな。何にもないな。そうか、狩人の人いらないのかな。まあ、いいや。とりあえず、木材ですね。あと何個だったっけな。3つか4つ必要なので、まあ、ちょっと取っていきましょうか。季節が変わればまた取ってくれると思いますので、このまま行きましょう。では、あと2、1。よし、これでできた。板の方はある程度持ってますので、そのまま行けますね。よいしょ、あとは枝と板かな。そして寝床を作るために藁も必要ですよね。よいしょ。さあ、やばいやばい。板がない。板が全くないな。ということで、少し木を取っていって、よいしょ、ここらを適当に取っていきましょうかね。5本。3、5、6、10、21。こんなもんかな。8で24個ぐらい作れればいいかなと思いますので、板を作っていこう。どうだ？ここ、なるほど。木の種類によってちょっと違うんですね。よいしょ。さあ、これで OK。もう一個ありましたので作っていこう。こっちですね。ここも、上質ななのか。そうか、そうか。まあいいや、これも削っていきましょう。よしよしよし。さあ、これで板の方は結構増えましたので、あとは突っ込んで、ちょっと待ってよ。これ、針葉樹の板なんだ。針葉樹じゃないとダメなんですね。今の板は何なんだろう。板、針葉樹、落葉樹。そんなのあるんだ。種類があることを全然分かっていませんでしたね。これは全部何？なるほど。この木にピカピカついてるのが上質と。これ落葉樹なんですね。そういうことか。ということで、家の方、これ壊せるのかな？一旦ちょっと壊そう。壊して、戻ってくるかが分かりませんが、どうだろう。材料戻ってきたのかな？材料そんなに戻ってきていない。ダメだな、そりゃ。そうなんだ。ということで、住居、ちょっといい家作ってみましょうかね。こんな感じかな。よいしょ。これで、丸太が全部で10本。これもないな。さあ、残ってる丸太は何本だ？ 7 本か。かなり足りませんので、自分で取ってくることになりますが、まあ仕方ありませんね。とりあえず一軒家の方は建てていこうと思います。側だけできましたね。中のものを作っていかなければいけませんが、薪がないな。薪がないのと石もないと。そしてですね、こちらですね。この家、2人寝ることができますね。1人用とか言いながら、しっかり2人寝ることができます。よしよし。さあ、あとは、藁作らないといけないので、そっか。教えていただいたので、藁を作る場、小屋を建てれば、この草1つに対して、藁が1個作れるということで、そうだ、早めに作らないといけないなとは思っていたんですが、ちょっと先延ばしになっていましたね。ということで、この家を作った後に、そちらを作っていきましょうか。これで家の方立ちましたね。立派な一軒家ですね。ちょっと、隣と比べても横幅とかがでかいので、まあこれで2人は入居できますので、まだちょっと
どこでどうやって仲間にするのか分かりませんが、とりあえず人が住むことができる場所を作りました。続いてですね、農業かな、どこだろう、生産ですかね。作れるかな。農業小屋を作りたいんですが、農業小屋はどこだ。さあちょっといろいろと分からん。これ酒場ですね。生産施設、貯蔵庫、住居、どこだ。農業小屋を作りたいんですが、どこか分かりませんね。商業建物、あった、あった、これか、農業。これの中にある乾燥棚、乾燥棚かな、これだ。乾燥棚の方を作ると、こちらで藁を作れるというお話を言いましたので、これを作っていきましょう。ああ、井戸の横いいですね。ここちょっと邪魔な場所があるので、ここは作っていこう。草と竹ですね。とりあえず草はいっぱいあるので自分で作っていきましょうか。33と、あと竹の方も倉庫にあるはずなので、こちらですね、しっかりとこれ取っていきましょう。竹21ですね。よし、これで OK。 よしよしよし、これで乾燥のところが作れたぞ。さあこれが機能するかどうかですよね。あとはこれで OK できた。あ、これで、草を加えるということで、まあ、20個ありったけ加えていきましょうかね。あ、もうないんだ。あ、なるほどなるほど。これで自動的に、こちら藁を作ってくれるということですね。あ、10個単位か、かなり便利ですね。よし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 、これで OK。 ではもう一個ちょっと付け加えていきましょうかね。家具や設備、そして生産設備で、火事場ですね。ここ今タタラロウはできないんですが、炭窯の方とか、は作れるので、ここを作っていきたいな。粘土と石、粘土と石を作れば、あ、これタタラバは確かに、教えていただいたのも、1個では狭すぎるので、まあ2つ建てた方がいいよということでしたが、その通りですね。ちょっと狭いので、ここでは建てないでおこう。で粘土を持っていけば OK かな。さあ中の施設をどんどん充実させていきましょう。よいしょ。さあ、ではもう一回ですね。家具や設備。で、火事場ですね。まず、炭窯の方をここに作ろう。作れない。外に作るのか？外でも作れませんよね、きっと。中。これでかすぎて作れないのかな？さあ、家具配置グリッドが空いていませんよ、ということで。でもこれ空いてなかったらどこに建てれるんだろう？なんか今ちょっとだけ緑色が見えたような気もせんでもないけど、気のせいか。これどこに、どこに立ってるんだ。あ、ここ行け、なんか今行けたぞ。これ行けますね。ここ行けるのか。あ、この的なり。これ後ろ向きじゃないといけないのか。ではここにちょっと立てていきましょうか。炭窯ということで、粘土と石だけですね。あ、横向きじゃなくてちゃんと正面か。正面になってましたね。よいしょ。これで炭が作れるのかな？よいしょ。さあ、これはもうちょっと石を入れていくと。よし、これ全部入ったかな？入らない。スタミナが結構大変ですね。これで炭窯ができた。炭窯は何作れる？炭以外は作れたりするのかな？ああ、薪を足すと炭ができるんですね。ではもう一個ですね、立てていきましょうか。こちらの方に、どれだ？これですね。クラフトできる。これ、あ、これ同じやつか。これはいりません。よしよし。ということは、やはりですね、最後は、こちら今、ロックかかってますが、タタラロが必要ですね。これによって鋼を作れるということで、もうちょっと先になるので、また後で作っていきましょう。ちょっと、
場所的なものがいろいろとややこしいですよね。他にもあるのかな。木こり小屋のところは、まあ大体施設はありますね。最初小屋はまだ作ってないな。紙のところ、製糸場も作っていませんね。醸造所も作っていない。仕立て屋のところは、もう2つ施設を作ってますね。釣り小屋も作ってないし、漁師小屋のところは、これはなんだ、矢立てがあると。そうか。特には、まあ、いらないですね。採石場。採石場に設置できる。これ、あれなのかな。鉄とかもここで取ってくれるのかな。現在、この、ま、村にないといえば、最終小屋がないですね。これを作っていきたい。では、今度は生産施設で、最終小屋の方建てていきましょうか。これ、どこに建てようかな。こちらの方に建てておきましょうか。どうしよう。くっつけるかくっつけないかですね。ちょっと離して建てるか。ということで、ここも建てていきましょう。これもまたですね、木材がかなり必要ですので、材料の方ちょっと取ってきましょう。最終小屋の方が完成しましたね。中の方は何もありませんでした。ということで、ここに施設のものを作ろうと思ったんですけど、どこだ？最終小屋の方は倉庫のもの、つながってるやつしかありませんでしたので、まあ、特に作る必要はないみたいですね。ということで、まあ、これからですね、町の方を充実させていくのと同時にですね、ダイナスティレベルを14まで上げないといけませんので、おそらく、あとは、なんだろう、特殊建築物ですね。今、どっか1箇所は入れてあるんですけど、他もあるので、現在が8、そして1個入れていて9。なので、あと5個ですね。5箇所どこかで見つけながら、作っていく必要がありそうです。あとですね、家の方を建てましたが、まだこちらに入ってくれる難民の人がいませんので、難民の人もランダムでいろいろなところに出てくるみたいですので、そちらの方も探してな、町に勧誘していきたいと思います。では今日はこれぐらいにして、また次回ですね、この続きやっていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。Thank you.